けます。おー生きてる、終わってない、ゴンさんじゃない。じゃあ俺は、どうもー、鳥の爪ダンソートです。今回もフォートナイトで作られたホラーマップやっていきたいと思います。今回やっていくのはこちら、怪奇百聞2、ふと訪れた旅館で多発する怪奇現象、そこに隠された部屋はさらなる悪名の入り口だった、あなたは無事にこの旅館から逃げられるのだろうか、ということで早速どんな恐怖が待ってるのかやっていきましょう。スタート、鳥爪。さあということでやってきました、怪奇百聞2、エンターで開始。お、すごい怖い感じの音が鳴ったけども、僕が旅館に行った時のことだ。旅館に到着した頃は空はもうすっかり暗くなってしまっていた。あー、もうだいぶ暗いね。チェックインするにはかなり遅い時間だけども。あ、で、あれなんだね、三人称もしくは一人称が選べるんだね。じゃあ一人称視点でやっていこうかな。ちょっと前にね、フォートナイトで作られただるまさんが転んだのホラーゲームとかやりましたけども、結構こう日々ね、新しいホラーマップがフォートナイトも追加されてて気になるものもいくつかあるんで、また近々やるかもしれません。さあもう早速、なんかかまいたちの夜みたいなご主人がいますけども、いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。あ、急に美少女。お客様のお部屋は花の間でございます。うん、オッケー。花の間っていうのをじゃあとりあえず探していけばいいんだね。どっちなんだろう。まあ右から行ってみますか。こっち側、あ、売店みたいのもある。あ、すごいね。だいぶ凝った作りしてるな。あー、なんかこう日本酒とか飲んだりするようなとっくりとかそういうものも置いてあったり。あ、外国人観光客向けなのかな。結構そういうお客さんも来るのかもしれない。ずっとなんかざわざわ言ってるけどね。トイレとかも奥にある。あ、こっち側は今透明な壁で進めない感じだな。じゃあとりあえず一旦こっち側なのかな。日本当店なんていうのもあるから、ああ、そんなのもこう、地域密着型みたいな感じなのかな。あ、すごっ。中庭もちょっと見えてて、ああ、番傘が置いてあって綺麗ですね。夜桜、いいじゃない。かなり雰囲気のいい旅館だけど、こんなところがいわくつきなわけないんだから。あ、花の間ってことはここでいいのかな。開けていこう。じゃあここのお部屋だね。お邪魔します。閉めとくことはできないのかな。ちょっとできれば戸締まりしたいんですけども、なんかやたらと懐中電灯が4つも、あ、しかも光ってるということは、これおいおい触ることになるんだな。ここはバスルーム。あー、なるほど。トイレは開けられないのかな。一旦じゃあ和室に入っていきましょう。すごくない？だってフォートナイトなのにさ、うおー、和室だ。電球切れ？受付に向かうか。海が好き思想強いな。ちょっと、ウミンチュが書いた掛け軸みたいなやめて。あ、なんかパンフレットみたいなのも置いてあるけど。いやもうでもこの暗闇がね、むしろ落ち着くぐらいいつものことでございますけども。ざわざわ言ってますけども、とりあえず一旦受付に向かわなくちゃいけないと。うん、大丈夫かな。さっきのお姉さんいるかな。あ、いるじゃない。あ、みんな集まってる。ロビーで客たちが騒いでる。怖くて止まれないという声が聞こえる。一体何が起きてるのか。なるほど。僕もお話聞かせてもらえませんか？自分の部屋は大丈夫なのか？うん、そうだよね。うん、じゃあ一回自分の部屋ももう一回見に行った方がいいのか？安心して寝れないかもしれないもんね。一回入ってみよう。大丈夫かな？何かこうチェックできるものがあるのかもしれない。あ、ちょっとうっすらとちょっと鳥肌立ちつつある。だんだん恐怖演出につながってきそう。あー、なんかこっちの方からなんかザワザワ聞こえるのほんと嫌だな。待って、ん？物音。はははは。開けてみますよ。チュー！ネズミさんでした。そういや、トイレに行きたいんだけど。うん、なるほど。結構、な、割とまだ主人公は冷静なんだね。うん、周りのお客さんが騒いでたりすると逆に自分が冷静になっちゃうみたいなとかあるかもしれない。暗いから他のトイレにしよう。ああ、なるほど。懐中電灯は持っていかなくていいのかね。うん、大丈夫なのかな。トイレはさっき奥の方にあったよね。あ、でもこっち側も進めるのか。ちょっと行ってみようか。ああ、清掃中って感じか。進めなさそうだね。ここは桃の間かな。まあ開けられないし、まあ人の泊まってる部屋だろうしね、勝手に入っちゃいけないだろうし。ああ、ここはあれだ、ちょっと休憩室みたいなところだ。ああ、温泉があっていいね。温泉も後々行くことになるのかな。あ、ここがでもぐるっと一周して、はいはいはい、お手洗いって感じだな。これは私どっちなのかしらね。ちょっと一回女子から行ってみようと。ああ、ダメでした。理性がそうさせる。右、あう、ちょっと待って、おおこっちだよって。あ、手がね、手招いてますけども、なんだ今のは。勘弁してくれよ。入ったらいい？ここでおしっこしていい？ねえ、どうしよう。あ、なんだ、
全然襲ってこないじゃない、なんだよ。こっち側、あ、一応開けるんだ、怖っ。開いた瞬間バーってきたら普通に叫ぶ自信ある。あーでももうあれだよね、うん、ちびっちゃったから大丈夫です。あ、待って、暗くなってる。お手洗いする必要もなくなったみたいだし、一旦受付の方に戻ればいいかな。そっちはまだ唯一の光が残ってる。ちょっと足早に行っちゃう。あれ、他のお客さんは、あ、でも受付のお姉さんはまだいる。お話伺えます、何か言ってくださいお姉さん、可愛い声で。あ、トイレの出来事を伝える。なるほど。お化け、うーん、そんなのいません。多分そういう感じだよね。この旅館怪しいな、調べてみよう。6分の0、あ、なるほど、6分の0か。まずじゃあそしたら自分の部屋からかな。なんかどっか怪しいところがいろいろあるわけだね。なるほど、いいね、そういうのこう探索してく感じ、よりこうホラーゲームに近い感じじゃない。結構今までのフォートナイトのホラーマップってただ何かを集めるとかっていう目標があったけど、調べてみようっていうのね、なんかまた一個新しい感じがしますよね。さあ一旦とりあえず自分の部屋に戻ってきたけど、懐中電灯、ああやっぱまだ持てないんだな。この辺の物音とかはもうしないのかな。あ、待って、清掃用具みたいなのがここ置いてあったのになくなってるね。ということはこっち側か。ああ進めなくなってる、なるほど。あ、追いかけられたりそうだな、嫌だな。ここは開かないのか。あ、もう真っ暗だけど、男湯も入れる？あ、入れるわ。とりあえずじゃあ開幕戦闘から行きましょう。やばそうだね。あ、ロッカー。クリアリングしっかり。みんな銭湯行くときはクリアリングしっかり。あ、ちょ、甘噛みしてる。みんな温泉や銭湯に行くときはクリアリングしっかりするんだよ、ね。って言いたかった。とりあえず湯船の方行こう。こっちだね。あ、なんか光ってるぞ。温泉の方には行けるのか。あ、露天だ。すごいじゃん。なに？なに？なに？ファンはなに？あっちの方？あ、動けないんだけど。言いました。うわあ！一瞬音がこっちでなったから、こっち見ちゃってたけど、めちゃめちゃこっちにいました。怖っ。貞子みたいなのやってきたけど、温泉の中から出てきたの？待機時間長かったんじゃない？湯渡りしちゃいない？あの人がでも行った方に行けばいいのかな。あ、こっちはサウナかな。あ、いいじゃんね。でもね、サウナあってそのまんま、外気浴行けて、あ、水風呂は？ね、やっぱ整うには水風呂欲しいよね。これ実は水風呂だったりして。いや、じゃああったかいお湯なしの温泉でやらせてもらってます、ね、女子風呂には、あ、入れる、なるほど。あ、じゃあちょっとやっぱせっかくだしね、こっちの湯船の方も見てみますか。なんかあるかな。まあでもさすがになんもないかな。あ、あ、また赤く光ってる。おお。次から次へと。湯船には絶対何かが住んでるんだね。ここにあるのもなんかこう灯籠っぽい感じが、ただのライトじゃなくて何かこう沈めるために置いてあるんじゃないかみたいな気持ちになってしまうよね。サウナもあるんだね。あ、時計もちゃんとある。この辺はでも特に何もないかな。でも6分の2になったね。何なんだろうね、あれ、無数の死者の手みたいな、怖いね。出ていこうか。出る時もなんか不意になんか訪れそうで怖いよね。休憩室は？ここは？ここはタオルみたいのが山積みされてるだけ？特に何もなしかな？開かないのかな？ずーっとなんか環境音不気味なんだよな。はぁ、ファンファン言ってんの。こっち側？あ、ゴーン！あー、待って！徘徊始まったとかじゃないよね？ちょっと待って！気づかれたらやばいよ！動けない今！動けないです！釘付け、あなたに！あなたに夢中！おおおお、不意に気づいたんだろうね、視線を感じて、でこっち側が進めるようになったってことかな。あ、これでも一周しただけか、なるほど、はいはいはい。でこの演出が見たいがためにこっち側が透明な感じだったのかな。ロック、なるほど、今は実行できない。何なんだろう、観光地のパンフレットの写真みたいのがわーっと貼ってあるけどね、まあ、後々行くことになるのかな。これでも受付に一回もう3つでもいい伝えに行った方がいいんじゃない。一旦行こう。ねえ、あ、いるじゃない、今あったこと伝えていい？怖かった、行ってくるね。6個じゃないと固くなに動かないもんね、どうせあなたはね。あ、でもトイレか、じゃあそうなると女子トイレは、あ、入れるようになってる。よし、禁断の女子トイレ。あ、月の間の鍵を拾う、なるほど。うう、結構ガッツリカチャ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 ー言って拾いましたけども、開けます、うい、せっかくだから開けます、うい。あー、でも月の間の鍵があっただけか。じゃあ一応男子トイレも行きますか。ここがずっとザーザー言ってんのか。でもさっきのあの手が出てきたからここでは何も起きないか。
よかった、もうトイレはなんかなるべく行きたくないしね。月の間の鍵か。月の間はそこだったっけ。あ、これだね。ここの鍵を手に入れてるから開けられると。あ、ライトついてるじゃない、じゃあ安心だ。ここはまだ電気が切れてないんだね。あ、でもなんか散乱してるけど大丈夫、受け取るとか。ああ、風林火山、武田信玄、電気消えちゃったけど。あ、なになになに、おおおおお、カサカサと。あの女の子、全部なんか同じような雰囲気の子がずっと出てきてるもんね。主張激しいもんね。あの子に呪われてしまってる旅館みたいな感じなのかな。いやだな、この辺の押し入れとかは開けらんなさそうかな。でもじゃあこれで月の間も一応見たのか。うん、じゃあ月の間出ていきましょう。そろそろなんか襲われそうだよな。ここはお土産コーナー。特に何もない。裏側は、あ、大丈夫か。あ、なんか鳥肌立ってきた。なんかいつバーンってくるか分かんない。この辺、あ、なんかブルーでライトで照らされてて綺麗だね。ちょっとゲーミングお土産屋さんって感じあ、桃の間が開いてる。さっきまで閉まってたのに、ここ入れるようになってるわ。あ、お布団がある、入ってみようか。あ、なんか書いてあるね。これは、こんな怖い宿には泊まれません、先に帰ってます。あ、いいな、俺も先に帰りたかったのになぜか調べることになった。不動心、あ、そうだよね、心が動くから怖いって思っちゃうんだよね。うん、じゃあ動かないようにしたらいいこれでも調べらんないのか。なんか押し入れとか多分なんかまだあるはずだよね。これでもなんもない。鍵とかも特にないね。あと多分桜の間が開いてないんだけども。でもこれ見たことによってなんか起きるか。ああ待って、ちょっと待って、うわ急に来た、うわカサ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 、なんか現象が起きなかったんだ。ちょっと急に起きたななんかないかなっていろいろアイテム見、ああ最高。うん、不意打ちっていいよね。あ、ちょっと不動心だった、ごめんなさい。ちょっと不動心で行かせていただきますけどもなんかどっか開いたような音したよね。あ、あそこか。あ、やっぱここだ、ここが開いたんだ。ここなんだろう、狭いな。あ、事務室的な感じかな。今日も一日笑顔で接客。あ、いいこと書いてあるじゃんね。こ、怖いんだけど、暗いんだけど。これは、あ、桜の間の鍵を取る。あ、でも6分の5までなってるから、あと1箇所じゃない。うん、すっごいカチャ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 ン言って取りましたけども。これ受付の方に続いてるか。開く、開けてみようか。入れる、あ、入れるわ。あ、受付、あ、お姉さんいなくなってる、川坊のお姉さん。じゃあ僕が受付やります今日から主人です言って、今日からここのご主人になります。桜の間の方、ご挨拶よろしいでしょうか。開けますね。あ、怖い、ずっと懐中電灯光ってんのに結局拾えなかった。ここは何かいるのかな。不動心、そう忘れてた、不動心でした。なんか人の影に見えるな、すごい。山の、あ、岩肌か、うん外でも綺麗だけどね。ここもあれか、しばらくなんか見てるとなんか起きるのか。不動心で行かせていただきますけども、押し開けるのか、押し入れ開けるのか、行きます。はい結構基本カサカサテイストでやらせてもらってます、あれでもあの女の子がさ、もしかして受付の女の子と同一人物とかだったりするのかな。カワボなんじゃないじゃん、あれ今はねガーッやってますけども、かつてはカワボでしたみたいな。とりあえず一旦じゃあ受付戻りまして、6個お伝えしたいんですけども、いますか。いませんよね、そうですよね。じゃあ帰ろうよ、もうこれで出ていいの。あ、なんか出れたちょっと待ってただこっちにはいけないよね、さすがに。帰ろうぜ、もう帰ろう。暗い、なんか、え、来た道がない。でも今日の宿ここだしな、泊まんないといけないしな今日宿なしになっちゃうの困るよね、結構シンプルにね。どうしたらいいんだろう。え、待って、俺全然気づいてなかったんだけどさ、このさ、月の間かの隣に変なドアあるんだけど、こんなんなかったよね。え、あったのかな。開けるよ。うわ怖っ、絶対ここだ、この扉が多分出現したんだ。うわ怖っ、何ここ暗、瓦礫だらけ。え、何が置いてあんの。なんか人の影のように見えるけど、これは関係ない。何なのこの部屋、絶対なんか起きるよな。あ、これだ、畳の下に何かありそうだ。開けます。はーい。あ、地下、扉かなんか、
あ、結構ゆっくりと。あ、待って、怖いな。誰かの視線を感じるかのよう。進んでいきたい、お年頃。よいしょ。うわぁ。あー、建築はできません。建設はできませんけども。ここ進んでいきましょう。なんだ？下？降りちゃっていいの？真っ暗なんだけど。ゴーン！え？ゴーンって言ったけど、なんかライトある。あ、まだあるんだ。はぁ。あ、オッケー、フラッシュライトとりあえず使ったわ。うわー、結構一気に明るくなった感じだね。ここだね、開けていこうか。いやでもフラッシュライトの照らしてる範囲が狭いね。あ、気をつけろ、この先には化け物がいる。ここでお守りを見つけた。これがきっと助けてくれるはず。持って行ってくれ。なるほど、お守りゲッチ。7分の1だ。ああ、なんだなんだ。あ、もう徘徊してんのか。ぐるぐる回ってるってことだよね。あいつが行った方に行こう。待って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 、何体かいるのか。ああ、いる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 。ここは開かないのか。後ろ来てるかもしれないもんね。ああ、赤いシミ。ああ、おお、これは調べらんない。お守りがでも7個もあるんだろう。結構この狭いエリアの中で探すの大変だろうな。この辺は絶対1個ぐらいありそうだけどね。あー、ないか。ここの扉は？あ、開けられる。あー、じゃあさっきのあの辺の扉も開けられたんだろうな。ランダム配置なのかな。あー、でもここにはない。戻りたくないよ。おお、何が徘徊してんのあれは。四つん這いで。そこの扉まで行こう、一気に。ここも多分開けられるはず。よし、とりあえずこういう小部屋はだいたい相場大丈夫。おお、2体くらい徘徊してんのかなあ。で、お守り全然見当たらない。お守りが全然ない。7個も回収しないといけないでしょ。遠くに行った感じするな。ちょっと一旦元のそっちまで行って。階段の上は？こっち側？ああ、待って待って、来てる来てる来てる、絶対これ後ろ来てる。やべ、開けて開けて。危ない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 。ちょっと待って、横行って。ちょっと待って、来て、絶対後ろ来てる、絶対後ろ来てる。これでも左の音なのか。わからんわからんわからん。もうちょっと待って、助けて、お願いだから、お願いだから助けて、お願い。一旦ここまで、一旦ここまで行かして、一旦、よし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 。もう後ろ振り向いたら今アウトだったような。きっとずっと追われてたよな。こっちのエリアまで来ないってことだよね。でも待って、2階、おい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 、2階もあるのか。おお、あの中に入るぞあいつ。おいおいおい、ちょっと追ってくるんだあれ。やっぱちょっと右前の部屋も見たいよな。いけるか今。開けていく。よし、中とりあえず入って。よし、お守りは？ねえ、お守りは全然ないじゃない。お守り、あの血だまりみたいなところを移動してるっぽいねあいつ。うわ、やばいやばいやばい。開けて、中一旦入ります、中一旦入ります。おお、いますね。あの血だまり周辺に行った瞬間に、あ、お守りあった。オッケーオッケーオッケー。血だまり周辺に行った瞬間に湧くんだな。1階と2階の湧き位置が変わるみたいな感じだろうね。とりあえず出ます、一旦出て。ああ、行きました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 。よしよしよし、開けて開けて開けて、中一回入らして。おー、危ねー、今死んだと思った。でも結構フォートナイトのゲームって優しめに作られてること多いから、一回やられちゃってもまた最初からというか7分の1みたいな感じにはなんないんじゃないかな。でも結構ここに何か、結構緊急回避的に入った部屋に毎回ないね。あー、いるね。あ、行った。よし、じゃあこっち側行こう。下降り、おおおおおお、ありがとう、通り過ぎてくれて。一旦こっち側行くだろう。2階を中心にお守りがいっぱいあるのかもしれない。あー、やられちゃった。嘘。あー、怖ー、あんな顔してたんだ。あ、でも7分の2だね。あー、じゃあもうこれちょっとパワープレイでもいいかもしれないね。シャチの川を渡りかけました。あー、オッケーオッケー、1個お守り見つけた。オッケーオッケー、これで7分の3。ちょっと順番にさらに探していきましょう。まあ、かなりあいつら徘徊してるんだけども。
さらに上の階。あー、これ3階かな。3階行ったことない場所だ。あー、ここ固く閉ざされてる。なるほど、最終的に行くのがここなんだ。一番上の階だね。なるほどね。あー、いる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 。一旦ここ入ろうか。よしよしよし。あー、あったあったあった、お守り。オッケー、これで7分の4かな。おーおおめちゃめちゃ徘徊してるけども、ここさ、なんか変な穴見つけたんだよね。これ入っていいのかな。入ってみようか。下の階、あ、お守りあった。あ、階段の裏に来たんだ。なるほどね。じゃあこれで、え、お守りが5分の7。あー、でもまだあと2個もあんの。こっからはでもどうやって戻れんだ。あー、シンプルに上また登っていけばいいってことかな。オッケー、となるとあと2階があんままだちゃんと見れてないところ多いから、ちょっと細かく見ていきましょう。ああ、超ギターギ生きてる、生きてますけども、カサカサがでもいる。あっちの方にもなんかまだなんかありそう。この辺とかない、この辺とかなんかない、この辺とかなんかない。あった、あった、だけどいるぞ。一旦そっちがぐーっと回って、もう死んだとしてもいい、もうここで終わってもいいってゴンさんも言ってた。開けます。おー、生きてる、終わってないゴンさんじゃない。じゃあ俺は、あーちょっと、ちょっと、ここは、ここは、ここ入れない。ここは、ここは、ここは、あ、なんか下に降りれるパターンのやつ。もう一回パート2だ。あったー、なんだ、よしよしよし。絶対今のパート3回くらい死んでたろ。で、一番上の階まで戻ればいいってことだよな。ちょっと待って、でも戻るルートわかんねえよ。あいつがでも行ったってことはそっちが行こう。ちょっと後ろつけてく感じで、よし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 。こっちの方じゃなかったっけ、階段。あ、違うかも、違う、違うかも、違うかも、後ろから来てるかもしれん。はい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 。なに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 、開けていいの。おーおーおー、あ、奥から来るのか、奥から来るのか。待って、後ろから来てんじゃねえか。来てないのかい。なんだ、来てないじゃない。おおやばそうなとこ。あー、下降りちゃう。待って、なに、もう助からないじゃん。今日の宿どうしたらいいんだよ俺。なあ、教えてくれよ今日の宿について。ちょっ、ダッシュで逃げるやつだ。間に合わねえかもしれねえ。やばい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 、ダッシュできない。おお、左右からもすごい来てるけども、なんかジグザグしていけば意外といけるやつだ。よし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 、さらに走ってけ、あの光さすおい、頑張れ主人公。後ろ来てんのか。おお、帰ってきました、お帰りなさい。玉浦学園みたいな編集やめて、そのびっくりはてなのやつ。わかる人にはわかるだろうけど。これじゃあまた受付行ったらいいのか。帰らせてもらえますねえ、この宿完全に呪われてますよ。悪夢じゃ済まされない。いる、あ、いないよね。出ていいのかな。あ、怪奇100分とか書いてある。さっきまで化け物に追われて逃げていたはずだったのに、気がつくとあの旅館に僕はいた。きっと夢だったんだ。もう一泊して帰ろうか。ああ、俺と同じ考え。ああ、いる、いるよね。コンクリートの外いるよね。最後の最後にまだ終われんのかと思った今。Thank you for playing. この卵か。ああ、イエーイ、うぅ、いいね。油断したタイミングで確実に襲ってくるっていう。はい、ということで今回は怪奇100分2というフォートナイトのホラーマップの方で遊んできました。またこんな感じでいろんなゲーム挑戦していきたいと思ってます。そういった今後の更新気になる方はぜひチャンネル登録してトリノツメダに入団してみてくださいね。グッドボタンの方もよろしくお願いします。ということで今回はこの辺でまた別の動画でお会いしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。